出た日本ファンフェス2024年1月7日から8日 in 東京ドーム。マジか。あのもういやあ、なんとですね、ゲーム単独1タイトルで、はい、東京ドームでやりますファンフェス。冗談抜きで本当です、やります、やります。ですね、まあちょっとあの日程調整等々させていただいてたっていうのはですね、はい、結構あの東京ドームさん側も乗り気でいてくださってですね、はい、なんとか確保したいからギリギリまで日程調整させてくださいと言っていただいててですね、無事決まりまして、2024年年明け早々でございますが、うん、この日程で東京ドームに本当に行きます。まああのまあでかくここまでね、皆さんにこう大きくしていただいたプロジェクトで、はい、かつ10周年なので毎年できるとは思ってないです。とても毎回東京ドームでできるととてもじゃないけど思ってないんですけど、まあ僕らから皆さんへの感謝の気持ちっていうのも含めてですね、日本のファンフェス東京ドームでこう派手にね、派手にお祝いして、皆さんと一緒にねお祝いしていきたいと思ってますんで、はい、ぜひご期待ください。なんでこうイメージとしてはこう、うん、来年1年がこう、ね、10周年イヤーをいって、で24年1月の頭で、うん、集大成になるんじゃないの、そうそういう流れ、2days いいな、 2days なんと東京ドーム 2days、 びっくり、もしプライマルズが演奏したら東京ドームでおじさんバンドですよ。あ、ちなみにこれ曜日はですね、7日が日曜日、8日が、月曜祝日、成人の日。ああそっかそっかそっか、はい、はい、という日程で、本当ですね、ボムコーナーですね。あ、ちなみに来年、うん、2023年のこの日程、うん、あの関ジャニエイトがライブしてます。ほう。で24年は14、その翌年14いいのかなそれで。来年、いやー、よく開けていただいたというか、ね、撮らせていただいた、本当ありがとうございました。単独のゲームになかなか東京ドームね開けてくれないと思うんで、はい、いやー頑張ります。いやでもね、それは本当光の選手の皆さんの熱量がものすごい高いからだと思うので、本当ありがとうございます。いやーこれでだって、はい、スイニング踊ったら東京ドームのステージでダンスしたおじさんになる。うん、その響きだけ聞くとやってもいいのかなっていう、うん、だってちょっと思う、ちょっと思います、ね、俺ももう一回だった白子行ってもいいかなっていう気分になっちゃうよな。本当ですね、なんかドームだったらもういいかなみたいな、ドームの魔力恐ろしいです ね、もうだって一生に一回でしょ、多分ね、一回ないですよこれ。いやそれをだって光の選手たちと一緒にうわーって盛り上がれるんだよ。そうね、そんなないで、なくな、間違いなくな、今から言ったけど、しょうがないな。